ヤロスラブリシデンは、ロシア連邦の都市、ヤロスラブリ市内を走る路面電車。2020年現在は、ヤロスラブリ市の私有財産管理委員会が全株を所有するヤルゴルエレクトロトランスによって運営されている。ヤロスラブリシデンは1900年12月17日から営業運転を開始した、ロシア連邦でも長い歴史を持つ路面電車網である。計画段階では、 馬車鉄道としての開業が予定されていたが、その後路面電車として運行する形に改められた、経緯を持つ。開通当初は、建設や維持、管理を担当するベルギーの企業との合資会社によって、運営され、貨物輸送も実施されていた。また開通に合わせて発電所の建設も行われ、後に、都市や個人向けの電力販売も実施された。その後は、電停の増設や、 路線延伸が続いたが、第一次世界大戦やロシア革命の影響により、1918年に路面電車はヤロスラブリ氏の後にソビエト連邦の管理下に置かれることとなった。また、経済の混乱が起因となったインフレにより、運賃が急激に増加したため利用客は大幅に減少し、1921年には一時全列車の運行が停止する事態に追い込まれたが、 翌1922年には営業運転を再開し、以降は新型電車の導入や車庫の増設など路面電車の規模の拡大が続いた。1929年における路面電車の年間利用者数は1400万人以上を記録した。第二次世界大戦時には多数の路面電車の従業員が徴兵され、路面電車自体も路線バスとともに 前線で負傷した兵士たちを各地の軍事病院へ輸送する役割を担うようになった。そのため一部の車両は搬送用に改造され、それらの輸送が最優先されたことで一般の乗客向けの列車の運行が停止する事態も多々起きた。終戦後は路面電車の近代化が継続して実施され、1956年には工業として発展するヤロスラブリの住宅地や、 工業地区を結ぶ路線が開通した。だが、同時期には1949年から運行を開始したトロリーバスの拡充も行われており、1963年以降、市内中心部をはじめとした一部の区間がトロリーバスへ置き換えられ廃止された。一方、都市の急速な発展とともに、公共交通機関の需要は増加の一途をたどり、特に郊外の住宅地から、 各地の工場へ向かう経路の混雑は1970年代後半に入ると深刻なものになっていた。そこで1977年にこれらの住宅地と工業地帯の間を専用軌道を用いて結ぶ路面電車規格の電化路線の建設計画が立ち上げられ一部は道路上を走る従来の平用軌道に変更されたものの1985年までに 全線が開通した。ヤロスラブリシデンの路線網が最大となったのが、同年で、ラッシュ時のみ運行する1系統を含めた9系統が運行し、総延長は6 6 9トルであった。これらの系統のうち、他系統と運行区間が重複していた5号線は1989年に、8号線は翌1990年に廃止されている。ソビエト連邦の崩壊後、 経済的な混乱は、ヤロスラブリシデンにも深刻な影響を与えた。1993年に、路面電車は、トロリーバスと共に、ヤロスラブリ市に所有権が移されたが、財政難から、施設、車両ともに満足なメンテナンスが行えず、電車は落書きが消されないまま営業運転に用いられ、故障も頻発するありさまであった。その結果2000年代には、 路線網の廃止が相次ぎ車庫の閉鎖や車両の大量廃車も実施された。また、それまで実施されていた二両編成による運行も利用客減少の影響で2007年以降行われなくなった。その一方でトロリーバスとともに新型車両の導入も行われたほか、2014年から2015年にかけて一部区間の延伸。 路線変更など利便性の向上を目的とした再編も実施されている。2020年現在もこれらの公共交通は不採算事業のままであり、一部区間では軌道状態も良好でないまま残されているが、2010年にヤロスラブリ市から公共交通機関の運営が移管されたヤルゴルエレクトロトランスはヤロスラブリにおける重要な交通機関として今後も 路面電車の運行を続ける方針を示している。2020年現在、ヤロスラブリシデンでは、以下の5つの系統が運行している。そのうち9号線は高速道路の一部区間の長期閉鎖を含めた交通計画により2019年9月2日から渋滞緩和を目的に設定された系統である。運賃は、トロリーバスとともに28ルーブルで、 ガツ単位の定期券の発行も行っている。支払いは、現金の他に非接触式、IC カードのトランスポートカードの使用も可能である。71から6 0七71から619、K71 から619、KT、モスクワ市電からの上渡車両2020年現在、ヤロスラブリ市電で運行している電車の形式は、以下の通り。 これらに加えて2014年には老朽化した車両を置き換えるため、ドイツで使用されていたタトラ KT4D の譲り受けが検討されたが、実現することはなかった。ヤルゴルエレクトロトランスの公式ページ。2020年5月15日閲覧。ありがとうございます。